バシャバラシャバシャバラシャバシャバラ。挨拶します。僕本田拓丸、知ってますか？知ってますよね。今みんなが言ってたみたいにね、今度我が社でも日本沿海フェリーとね、北海道は樽前ハイランドっていうのとタイアップをしましてですね、北海道観光コースっていうのを始めることにしたんですよ。見てくださいよ、あのバカ騒ぎを。まったく我が社ってのはどうしてああいう連中ばっかり選ぶんですかね。これじゃあもう本当に先が思いやられますよ。とは言うものとね、本当のことを言うと俺だって嬉しい、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 嬉しい。それではこれより皆様を船へとご案内いたします。それしてもあいつら調子乗ってどこ行きやったんだろう。大きいんだわ、広いんだわ、青い白い船、なんだかとってもロマンティックな予感がするんだわ。私は予感じゃなくて実感なんだわ。だってたくまるさんと一緒だよ。もうすぐこうなんだから。焼かない焼かない、なんだってこれから30時間の航海じゃない。あ、私たちも張り切って素敵な人見つけなくちゃ。そうよ、頑張らなくちゃ。あれ、あんた千葉に恋人がいるんじゃなかった？いいじゃない、小さいことは抜きにして、ハリソメの恋、歌方の恋ってこともあるんだからね、ヒロシさん。そうだろ、ちっこいくせにさ、大胆なこと言うんだ、この人。気にしない気にしない、ハリソメの恋 OK、 歌方の恋ヌーよ。それよりさ、もっと素敵なことはよ、あの鬼ヶ原主任が今度は一緒についてこないことよ。そう、主任さんは九州へ出張中。先生、先輩は主任代行として寮に居残り。つまり目の上の種子が二人ともいないってわけね。幸せだ、ハッピーだ、万歳なのだ。せーの、みなさん、あなた方 KM 自動車のバスガイドですわね。ええ、そうですけど、おばさまはどなたですか？まあ、おばさまとは何たるブレン。私は KM 自動車北海道営業所所長代行、県指導主任塩川智恵です。じゃあ、あの東京の丸山主任と同じようなお仕事をしていらっしゃるような方でございますか？何をおっしゃいます。私は同じ指導主任でも上に所長代行がつくんですわよ。丸山貞子のような小娘とは訳が違う。小娘？あれが？ようございますか。私塩川智恵は
GM 自動車に奉職すること実に21年7ヶ月あまた雨降る縁談を右へ左へと交わしつつただひたすら会社一途のために働いてまいりましたベテラン中のベテランですかよちょっとすごい21年と7ヶ月、うん、大竹所長と同期の桜じゃない、うん、上には上がいるもんねようございますね今回の新コース開発の研修会は私の指導のもとに行いますこれは慰安旅行じゃございませんわよゲーム自動車の名誉にかけてもあくまでも清く正しく美しくをモットーにビシビシとしおきますからねようございますねやっぱりそうか世の中なかなかうまくいかないもんですね何ブツブツ言ってんですかではこれから天候を取りますではまず運転手本田拓丸さんはい自分が本田拓丸でありますうん意外とたくましくていい男だ、うん、あひどいわあの次はバスガイドの水沼玲子さんはい中川明美さんはい川村多江さんはいお返事はもっと短く引き締めてはい元気なりはいよろしい次小原鈴代さんはい畑野陽子さんはい結構皆さんお揃いですわねいやここに一人えあなたは青山遥です青山遥そんな名前書類には載ってませんわよえそんなはずはあなたまさかもぐりじゃないんでしょうねもぐりですって私は青木社長の娘えいや青木社長がどうかなさいましたかいや社長さんは私のことをよくご存知なんでございますよあなたみたいな新馬よええその実の娘のように可愛がってくださるんでございます本当かしらほど確かに青山遥と書いてありますわね何この者最低最悪につき特に厳重なる注意を要す青山あなた嘘をついてはいけませんことよいや別に私は嘘なんかつくつもりお黙りなさいあなたみたいな最低最悪を社長様がご存知のわけがない残暑参りましょう皆さんはい青山君しっかりしろよと二人波に揺られ船内のご案内は乗組員の皆様のお仕事です一応は皆さんもどこに何があるか心得ておく必要はございますお客様に聞かれたりして迷ったりしてみっともないですからねはいではまず一等ラウンジへ参りますあどこだったかなもう最初から迷ってるんだわ何か言いましたかこちらですいらっしゃいはいつか来た場所いつか来た場所だって来た人とばっかりじゃないよ大きなこと言ってたし自分だって分かってないよね私の勘によるとどうもあっち臭いな先行って音がしてるかな所長代行様あちらではないでしょうかあ私もそう思ってました参りましょうあれ違ったかな夜を走るあれ月光なんかね、ちょっとしたホテル並みなんだわいや、監視なんかしてられないわ急げ急げあ、ここか一等ラウンジは真正面じゃないわいい眺めだなお客様、お静かになさってください他のお客様に迷惑になりますからあ、そうですか、すいませんでしたどうもでもみんなどこ行っちゃったのかな困ったなどうしよう。やだな、迷子になっちゃったみたい。あれ？あの声はレイコさんから？なんだこんなとこに行ったのか。まあ失礼ね。ごめんなさい、失礼しました。びっくりした。でも新婚さんか。船で新婚旅行っていうのも。悪くないな。
なっちゃってんのかな。あれ、こんなところに出ちゃった。いらっしゃい。あ、こんにちは。ここで船を動かしてるわけですね。あー、かっこいいんだわ。おもかじいっぱい、おもかじいっぱい、両舷美徳前進、両舷美徳前進、通りかじ、通りかじ、全速前進、全速前進、発射オーライ、発射、ではない、言われた通りにするだろう。何を寝ぼけてるの。主任さん、所長代行です。何ですか、こんなとこへ入り込んだりして皆様のお仕事の邪魔じゃありませんか。どうもご迷惑をかけて申し訳ございません。いらっしゃい。あ、すいませんでした。あ、またいらっしゃいね。バカ、勤務中だぞ。あ、うん、でもちょっと行かすじゃない。ああ、ずいぶん歩きましたわね。結構広いんだね。私も口たくさよ。何よ、これくらい大したことないじゃない。わあ、陽子さんって意外とタフね。そりゃなくなって千葉の海岸で鍛えてありますからね。海岸、もう彼のこと思い出してるでしょ。そんな、たくまるさんどうしてるかな。青山君今頃どうしてんのかな。さてと、じっとしてるのも退屈だから出かけてくるかな。また行くの。おやしなさいよ。また迷子になっても知らないわよ。平気平気、もう全部わかっちゃったんだから。あら、これ何。これスケッチブックよ。へえ、あなた絵なんて描くの。もちろん。それでは芸術に勤しんでくるかな。失礼。うわぁ、気取っちゃって。立派ですね。グッドですよ。全然揺れないんだ。揺れませんね。揺れません。おい、ちょっと待って、お前、なんだあれは。おい、寄せ書き、寄せ書き、寄せ書きやってくれないだからな。ちょっと何すんのよ、私のスケッチブックに。何言ってんの、あんたサインしてもらいたいんだろ。サイン、どうして。あなたたち一体誰。俺たちのこと知らないのか。知らないわよ。一体どこの学隊やさ。学隊や。バカにするんじゃないよ、お前。有名なバンドだよ。寺内隆史とブルージーンズってんだよ。寺内たけしとブルージーニ。おうよ、俺が寺内たけし、お前な。知らないな。鹿内たけしならよく知ってるんだけどね。ふざけるなよ。お前一体何者だ、お前。知らないの。私はかの有名な岡崎由紀。なの。じゃなかった。ケーム自動車のバスガイド、青山遥か。バスの車掌やかい。まあ失礼な。バスの車掌やとは何を。うっせえんだ、お前。ガー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 、お前つまんねえから向こう行こうよ、みんなな。何さ、威張っちゃって。そんなに威張ってるんだったら少しはしびれさせるような音楽を聴かせてみろって言うんだ。イエーイ。うん、このくらいの距離でこの窓から遥か顔がしびれると思ったら大間違い。おや、その割には先ほどからおみ足がリズムを。去年の秋にお入りになったの。ああ、大変ね。運転手さんのお仕事ってお疲れになるでしょ。いや、あの、別にいい仕事ですから。まあ、さすがお仕事に打ち込んでらっしゃる方もおっしゃることも違いますわね。あ、本当、ぼちぼち、失礼。あら、まだよろしいんじゃございませんの。ほら、まだ全然召し上がってないじゃないの。どうぞ召し上がって。どうぞ。まあ、私としたことがどうかしましょう。あの、平気ですよ。別に大したことじゃないですから。あの、いけません、いけません。あの、死にならないうちに早く引き取らなくては。あ、そうだ、私のお部屋へ参りましょう。え、あなたの部屋へ。だってここでおズボンを脱ぎになるわけに参りませんでしょ。ご遠慮なさらない。あの、遠慮します。いいからいらっしゃい。あの人ったら、いくら所長代行だからさ、許せない。どいてちょうだい。何を怒ってんのよ。どいてどいて。
かなり行かれてんぞ、お前。ああ、もっとしびらかすか。おい、てよ。君のことですよ、ま、君たちのバスガイドの中でね、やっぱし君が一番美人ですからね。そんな、たくまるさんがいてくれたらな。え、なんでもないの。ロマンチックですね。たくまるさんが一緒だったらな。おう、たくまるくん、あの野郎はどこ行きやがったかな。もう本当に草の根分けても探してやるぞ。こんなとこで来ないでな。よーし、捕まえたらね、こてこて待ってくるか。たくまるさん、おー、いい女なんだな。お嬢さん、あー、たくまるさん。おい、そのたこまるってのはなんだお前。あー、探したんだよ。なんだお前、人に相手やらんな。綺麗だな。うまいのね。え、あの、僕の言ってるの海のことですよ。まあ、失礼ね。君だってね、もちろんチャーミングですよ。今頃言っても遅いの。そう、怒らないでよ。何しろね、君は一番ラッキーなんですよ。あら、どうして。決まっているでしょ、僕と付き合っているからですよ。あなたと付き合うと、それがラッキーなの。そうです。何しろね、僕はこのメンバーの中で一番モテる男なんですよ。いい気になっちゃって、鏡見たことあるのかしら。さ、そろそろ気分を出してと。所長大根！みっともないったら何やしない。さ、野菜、行きましょう。
あんたね、あのおばはんに追っかけられてんのか。ええ、ひどいもんだね。本当ですよ。いやね、よく考えてみるとよ、こいつなんだよ、なんだけどよ、お互いによモテる男ってのは案外つらいね。え、うん。俺はつまんねえんだよ。またくてのかかる所長代行さんね。あの分で明日は二日酔いだわ。まったく失礼しちゃうわよ。私の宅丸さんを追いかけたりして。まあ怒らない怒らない。とにかく明日になれば待望の北海道に着くのよ。なんか素敵なことが起こりそうな予感がするんだわ。シャバシャバラシャバシャバラシャバシャバラ。何、青山遥が北海道行きのメンバーに。バカ、なぜもっと早く言わんのだ。何、タカがバスガイド一人のこと。バカも、あれはわしの大事な一人娘だ。なんでもない、なんでもないよ、もういい。弱ったな、これ実に弱ったな。もう絶望的に弱ったな、弱ったよこれは。え、何でそんな弱ってるかって。いや、それはですな、まどかが北海道行きますとね。いやいや、そのわけはですな、この次の回を見ていただくと分かるんですよ。はい、必ず次の回を見てくださいよ。必ずですよ。シャバシャバラシャバシャバラシャバシャバラ。うーやっほー、北海道だ。とうとう着いた。来てしまったぞ。誤解だよ、レイちゃん。俺がどうしてあんなおばさんと。知らない。あ、青山君、君は分かってくれるだろう。知らない。あ、そう。あ、もういいよ。おはよう。おはよう。ねえ、所長代行さんは今頃二日酔いでダウンしてんじゃないかな。皆さん、所長代行さん、二日酔いじゃなかったですか。二日酔い、とんでもない。この岸岡智恵、たかが二日酔いぐらいで倒れるような女じゃございません。今日も張り切ってビシビシと参りますもん。